もこんにちは、いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回成し遂げていくガンプラはこちら。リボーン100ナイチンゲール。右下のガンプラは前回に引き続き、またしても作成途中で疲れてやめてしまったガンプラです。最近作っている途中で、なんか違うなと感じてやめることが増えてきました。これこのままの工程でやってもいいのができない、そんな心境になるんですね。経験によりこの後どうなるかがなんか見えてしまうようになった気がします。きっとかの要望が高かったシャア・アズナブル専用機ナイチンゲールを100分の1スケールのプラスチックモデルキットで初立体化。ということでですね、こちらのナイチンゲールが多分リボーン100シリーズ最初のキットとなっており、発売されたのは2014年。オープンザナイチンゲール。あれ、このパーツのデカさ、なんかデジャブが、どっかで見た大きさだぞ。内容品はこんな感じ、机には到底並べきれないデカさとなっておりますね。まずは仮組みしていきましょう。今回の作成ポイントは塗装に重きを置き、高級感あるナイチンにしていきたいと考えております。ナイチンゲールは小説機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルト・オチカ・チルドレンに登場した機体、コミックもあるよ。小説とコミックのみの登場ということで、めっちゃ有名というわけでもないと思いますが、人気のあるサザビーの強化発展機体ということで、根強い人気を誇っていますね。パーツは非常に大味、モールドなども少なく、前回作成したバウとはかなり違った印象。リボーン100シリーズが100分の1スケールになった HG と言われるのは初手がこれだったからではないでしょうか。どうなんでしょうか。パーツが大きいので組むのは一瞬かなと思いましたが、ナイチンの構造がそもそも複雑なので、これでもそれなりなパーツ量ですね。これがもしマスターグレードや RG になれば2倍3倍のパーツ量になるかと思うとゾックゾックしますな。この機体ガンダムオンラインで覇権を握っていたこともあり、そこから認知した人も結構いるんじゃないでしょうか。こちらファンネルユニット、よく見ると型ではないのでこれを型というとガンダム警察に捕まるので注意しましょう。このように背部への取り付けとなりますね。型というよりかは翼っぽいイメージ。武装は大型メガビームライフル、シールドにビームトマホークとなっているよ。仮組み完成です。はい、ナイチンゲールのシルエットはかっこいいのですが、モールドなどの情報量が少なく、もう一声って感じがしますね。また、可動域も狭いのでポージングはまあまあ厳しいかなといったところ。ちなみにスラスター内部に入れ込む黄色いパーツは一度はめると取れなくなりそうだったのではめておりませんあしからず。はい、そんなナイチンに手を加えていきましょう。まずこの機体合わせ目の量が半端ないです。最近のキットは目立たないように合わせ目を持ってきていたり、段落ちモールド作っていてくれたりするんですが、このキットはそんなの関係ねえと言わんばかりに作られておりますね。速乾接着剤で合わせ目消すと面倒なことになりそうな箇所は段落ちモールドを作るよ。今回は大きなキットなので 0.6 速乾接着剤をしっかり乾燥させてヤスリがけ。はい、右側が速乾接着剤で合わせ目処理したパーツ、左側が段落ちモールドで合わせ目処理したパーツ。おいなんてもんじゃねえ。続いて墨入れをしっかりするために既存モールドの彫り直し、加えてエッチングガイドを使いラインチゼルで新規モールドの増設。特にファンネルユニットがテロテロであまりにも寂しかったので頑張りました。適当にジャンクパーツもペタペタしていき情報量アップ。ちなみにこれホワイトグリントのパーツ。その他の箇所にも結構筋彫り入れました。もうこんなもんで許してもろうてえか？洗浄するよ。小さいパーツはいつも通り超音波洗浄機で。大きいパーツは超音波洗浄機に入らないので古来より伝わる歯ブラシ洗浄。いつもの小分けタッパーには入らないのでガンプラの箱に入れて乾燥させるよ。乾燥するまでの間こちらの商品見ていきましょう。購入したのは結構前なんですがそういえば箱から出すのを忘れていた東方不敗。内容品は本体に例の気合の入ったセリフが入った台座、イラストカード、そして武装はポニーテールとなっておりますね。こちらのガンダムのフィギュアシリーズ GGG、男キャラはスルーしていたのですが東方不敗はちょっと買わずにいられませんでした。まあポニーテールですし女子の中に混じっててもバレない説はあるよね。塗装していくよ。今回下地はブラックのサーフェイサーで塗装。でかすぎるパーツに白目向きながら塗装していくよ。とはいえネオジオングよりは楽である。赤い外装パーツはすべてこの黒サフで一旦染めまして。続いてゴールドでグラデーション塗装。エッジ部分の黒を残すように塗装するよ。黒、ゴールドときてお次はクリアレッド。はい、そうです。今回は過去に挑戦したキャンディー塗装とグラデーション塗装を合わせたものに挑戦してみたいと思います。クリアレッドは一度では全然乗らないので、薄拭きで3回重ね塗り。はい、3回重ねた結果このような美しいレッドになりました。続きましてスーパークリア3でさらに輝きを増すよ。先ほどの鮮やかレッドパーツにスーパークリアを吹き付け、これも薄拭きで2回行いました。バーニアの塗装するよ。ちょっと多すぎんか。ナイチンゲールのバーニアなんこあんねん。ちなみにこれバーニア内部なので、同じ数のバーニア外部パーツがあるよ。内部も外部も黒サフで塗り。外部はメッキシルバーネクストでグラデーション塗装。外部はゴールドでグラデーション塗装。相関である。これ全部グラデーション塗装しました。実際につけてみないとどんな感じになるかわかりませんが楽しみです。フレームはアルティメットブラックプラスシルバー。グレーのパーツはサーフェイサーグレーとブラックを調色したダークグレーで下地を塗り。上からグランプリホワイト。こちらも若干のダークグレーが残るように塗装したよ。はい、とんでもない量でした。タイムスリップできるなら2日前の自分にサザビーにしとけって教えてあげます。オリジナルデカールでナイチンゲールのエンブレムを作成。オリジナルデカールは余白が目立つのでギリギリでしっかりカッティング。匠の技が光るギリギリカッティングでござる。さあデカール貼っていくよーん。半透明で全然見えねえ。こりゃダメだ。なんやこれー。どうやらオリジナルデカール透明タイプは黒系以外だと半透明になってしまうっぽいですね。デカールやめました。ガンプラは諦めが肝心。コンパウンドをかけてよりきらめかせるよ。まずは粗いコンパウンドから、適当に塗ってスポンジでゴシゴシ。専用クロスでしっかりと拭き取っていくよ。一旦洗浄します。続いてちょっと細かいコンパウンドで同じ手順を踏むよ。ここまでやって気づきました。全然全くキャンディー化していない。なんでや、羅刹展の時はこれでキャンディー化したんやが。原因不明ですが無理なものは無理なので諦めましょう。別売りの LED ユニットを頭部に仕込むよ。こちら加工なしで組めるように設計されており楽ちん。工量はなかなかのものですね。あとは通常通り組むだけ。ブラックで墨入れプロペラントタンクにはダークグレーで墨入れ。エナメル溶剤で拭き取り、面積が大きいから拭き取りも大変なんじゃ。これにて完成です。成し遂げたぜ。はい、いろいろ失敗しましたがなんやかんやでかっこいいナイチンゲールになりました。失敗の原因謎なんですが、キャンディーグラデーション塗装はまたリベンジしたいところ。というかなぜ超絶難易度塗装をこのキットでやろうと思ったのか。失敗もありましたがバーニア部分のグラデーション塗装半赤なかいい感じだったと思います。それでは今回はこの辺で